はぁ、ようやく着いたわ。あれ？あそこにいるの？よ、太郎、元気にしてた？よ、アレックスじゃない、元気にしてたか？あぁ、まあ、元気っちゃ元気だな。あ、もしかして。あぁ、悪い悪い、大丈夫大丈夫。あ、そっか、ごめんごめんごめん。まあ、じゃあ、ちょっと俺、別の方行くわ。いや、大丈夫だよ、別に。え、だって悪いじゃん。いや、全然悪くない、全然悪くない。大丈夫、こいつ、あれなんだよね。一度寝たら、なかなか起きないから大丈夫大丈夫。まあ、お前がそう言うなら。じゃあ、ちょっとあれだけど、どうよ、最近、マジで。いや、入社3年経ったし、だいぶ慣れてはきたな。あ、マジか。でもいいよな、お前は。癒してくれる人いて。ん？おお、まあな、こいつがいるから、俺なんとかやっていけてんだよ。ああ、なるほどな。まったくのろけんなよ。羨ましいぜ。はは、悪い悪い。あ、降りなきゃ。あ、あれ？一緒に降りないの？え、なんで？あ、今のって彼女さんとかじゃ。いや、全く知らんやつ。え、怖い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 。お前今、ちょっと待って、今までの言動が怖いぞ。今、俺と会話した時に、なんかすごいこう、俺の連れだけどみたいな感じの流れじゃなかった？いや、気のせいだよ、気のせい。え、あれ気のせいなのかな？あれ、俺の気のせい。気のせいで今、嘘でしょ？え、俺の気のせいなのこれ。あ、本当はちょっといい顔したかったっていう、こんな話し込むと思ってなかったから、まああれだったんだけど。いや、まあお前が止めてきたからな。俺はもうすぐ悪いなと思ったから、もう速攻帰ろうと思ったけど、お前が止めてきたから俺黙ってここにいたけど、だったら止めなきゃよかったじゃん。いや、なんつうか、ほら、見栄張りたいじゃん。見栄を張るな、俺とお前との仲じゃないか。いや、でもまあ年収は俺の方勝ってるし。いや、それも見栄